ウィリアム・ロジャー・クレメンスは、アメリカ合衆国オハイオ州デートン出身の元プロ野球選手。愛称は、ロケット。歴代最多7度のサイヤング賞を受賞した、メジャーリーグを代表する投手の一人。クレメンスが3歳の時に、両親は離婚。母親はすぐに、ウッディ・ボーワーと再婚し、今でも、クレメンス本人は彼を父親として敬っているが、9歳の頃に死去。 1977年までオハイオ州デートンに住んだ後、高校時代をテキサス州で過ごした。同州ヒューストンのスプリングウッツ高校では、アメリカンフットボール、バスケットボール、そして野球の三種目で、スターとして活躍した。野球では一塁種と投手で、テキサス州選抜に選ばれ、3年時にはフィラデルフィアフィリーズとミネソタツインズから誘いを受けるが、断り大学に進学。 大学では、アメリカンフットボールのディフェンシブとして一つ、バスケットボールのセンターとして二つの推薦を受ける、ものの、大学では野球を続けることを選択した。1981年にはサンヤシントカレッジで9勝2敗の成績を上げ、全米選抜に選ばれた。同年ニューヨークメッツに、ドラフト12順で指名されるがこれを拒否し、テキサス大学へ進学した。 1982年から2年間で25勝7敗、275イニングを投げ、脱三振241を記録。1983年に全米大学野球選手権で優勝し、当時つけていた背番号21は、同大最初の永久欠番となっている。それまで全米一の大学野球選手に与えられていた、ロータリー・スミス賞は2004年より、 クレメンスの功績を称えて、ロジャー・クレメンス賞と改名された。レッドソックス在籍時のクレメンス1983年ドラフト会議で、ボストン・レッドソックス4日順目指名されたクレメンスは、マイナーリーグを駆け上がり、1984年5月15日にメジャーデビューを果たした。この年は9勝4敗、防御率4.32を記録し、新人王の投票で6位に入った。 1985年は肩の痛みにより15試合にしか登板できなかった。この怪我についてチーム側は投球可能と判断したが、クレメンス側は自らの判断で低伸臭性の関節鏡手術で知られていたジェームズ・アンドリュース医師を受診。同医師は関節唇損傷と診断し、自ら手術を行った。以下のようにクレメンスは翌年以降輝かしい成績を、 残すことになるが、このことは、アンドリュース医師の名を、スポーツ界で一役中から占めることになった。1986年に、リーグ最多の24勝を挙げチームの、ワールドシリーズ進出に貢献。敗退はしたものの、先発投手としては1971年にバイダ、ブルーが受賞して、以来二人目、野手のドン・マッティングリー、ジムライスラを抑えて、 アメリカンリーグ MVP 賞を受賞した。電動入りしたハンク・アーロンが、当時の MVP 受賞に対し苦言を呈した際、クレメンスは、まだ彼がプレーしていたらよかったのに。そしたら頭にボールをぶつけて、パックリ割ってどれだけ、俺に価値があるか見せてやるのにと発言。また初のサイヤング賞を満票で受賞した。4月29日にフェンウェイ・パークで行われた、シアトル・マリナーズ戦で、 クレメンスは、史上初の9回20奪三振を記録。この記録は、ケリーウッドとランディ・ジョンソンに並ばれてはいるものの、破られてはいない。クレメンスは20奪三振試合を2度達成しており、これは、史上唯一の記録である。2回目は1996年9月18日に、タイガースタジアムのデトロイトタイガース戦であり、これは、彼の最後から2回目のレッドソックスでの試合であった。 最初の20脱三振試合の時と同様、死球は出さなかった。1987年は20勝9敗256脱三振、防御率2.97などを記録し、ジミー・キーラを抑えて2度目のサイヤング賞を受賞。1988年には、球団新記録となるシーズン291脱三振を記録。1990年には、 防御率1.9321勝6敗209脱三振を記録し、脱三振の通算記録で、サイヤングの1341を上回り、球団、記録となった。しかし、サイヤング賞の投票では27勝を挙げた、ボブ・ウェルチに次ぐ2位だった。1991年は18勝19敗241脱三振、防御率2.62などを記録し、 スコット・エリクソン、ジム・アボットらを抑えて3度目のサイ・ヤング賞を受賞。1992年は18勝11敗208、脱三振、防御率2.241などを記録したが、サイ・ヤング賞の投票では、ベニス・エカーズリー、ジャック・マクダウェルに次ぐ3位だった。1993年から1996年の通算成績は40勝39敗であった。 そのうちにシーズンでは負け越し、最多勝利は11勝であった。ただし、それでも防御率はリーグ平均より良かったのだが、ダン・リュケット GM はもうあいつも年だ。消耗しきって、かつてのような力はなくなったと発言するようになった。1996年シーズン終了後に f a 権を取得するクレメンスに対し、4年総額1000万ドルを提示したが、 クレメンスはこれに納得せず FA を宣言し、ボス。クレメンスがレッドソックスで上げた通算192勝はサイヤングと並んで球団記録である。クレメンスがレッドソックスを去ってから彼の背番号であった21をつけた選手はいない。FA となったクレメンスに対し12球団が複数年契約を提示し、 トロントブルージェイズの球団幹部やニューヨークヤンキースのジョージ・スタインブレナーはクレメンスの自宅まで来て獲得に乗り出した。そして1996年12月13日、4年総額4000万ドルでトロントブルージェイズへ移籍した。ブルージェイズには2年在籍し、両年ともサイヤング賞、20賞、そして投手3冠を達成。チーム全体としては、 期待を大きく裏切る結果でプレーオフ進出も果たせなかった。1997年7月12日のブルージェイズとして初めてのフェンウェイパークでの登板では8回を4安打1失点に抑え24個のアウトのうち16個が三振で対戦した打者全員から最低1回は三振を奪った。1996年の 全世紀を過ぎた発言はクレメンスが活躍を続けるに、つれて、筋肉度を増していき、デュケットの身体問題にまで発展した。ボストンを去ってからのクレメンスの通算成績は162勝73敗である。1999年2月18日、サイド新天地を求め、デビッド・ウェルズ、ホーマー・ブッシュ、グリーム・ロイドとの1対3のトレードで、ニューヨーク・ヤンキースに移籍。その際、 背番号号22があくまでごく一時的に12をつけていた。1999年 MLB オールセンチュリーチームに選出された。1999年と2000年には念願であったワールドシリーズ制覇を果たした。2000年のシーズンにはニューヨークメッツの星マイクピアッツァとの不仲が伝えられた。2000年7月8日のメッツ戦でクレメンスはピアッツァの頭に支球を与えてしまう。 以前から、ピアッツァは、クレメンスとの対戦成績が非常に良く、1ヶ月前にも、満塁本塁打お彼から打ったばかりなのでその恨みで、あったのだろうとの推測を受けた。この出来事とその後はメディアで大きく報じられ、ピアッツァはクレメンスを大きく批判。その一方で、自軍の聖捕手に支給が与えられても、報復支給を行わなかったメッツにも矛先が向かった。そしてそのシーズンで、 ヤンキースとメッツがワールドシリーズで対戦することになると、この二人の因縁に注目する人は多かった。クレメンスが先発登板した第二戦のピアッツァの第一打席では、バットが折れ、その部分がクレメンスに向かって飛んできた。彼はそれを拾い、ピアッツァが走っていた一塁線に向かって投げつけた。バットの破片は、ピアッツァには当たらなかったものの、両軍のベンチが飛び出し大乱闘になった。 クレメンスは後に、彼は破片をボールと間違えて投げたと述べたが、普通一塁にボールを転送する際とは投げる方向が全く異なっていたため、これを信じる人は少なかった。メッツの投手アルライターは、もし彼が本当に間違えたのだったら、昨日に破片を投げつけるべきではなかったのかいと皮肉った。このような頻繁な因縁のぶつかり合いにもかかわらず、 両者は特に積極的に争いを展開させる気は薄かった。ボストングローブ氏の記者はこの両者の争いを二人の学校の番長に例え喧嘩を怖がっているもののやらざるを得なくなって困惑していると述べた。この試合でクレメンスに退場は告げられなかったものの罰金5万ドルが課せられた。この試合、彼はメッツを8回にアンダム失点9奪三振に抑えた。 2001年9月19日、クレメンスは史上初めて1敗しかせずに20勝を挙げる。その年の最終成績は20勝3敗213、脱三振、防御率3.51などを記録し、マーク・マルダー、フレディ・ガルシアラを抑えて6度目のサイ・ヤング賞を受賞。2002年6月15日にピアッツァとのトラブルが起きて、以来初めてシェイスタジアムで登板した。 ナショナルリーグでの試合ということは、クレメンス自身も打席に立つことになり、これはメッツにとって、クレメンスに復讐を果たす絶好の機会であった。大方の予想だとクレメンスは支給を受けるということであったが、現実には異なった。メッツの先発と首相オンエステスの投球は、クレメンスの背中の後ろを通り抜け、観客の失望とともに審判から警告を受けた。この警告のおかげで、 クレメンスに支給を与えることは事実上できなくなったが、この試合で、メッツは4得点を挙げ、しかも、ピアッツァートエステスはクレメンスから本塁打を打ち、違った方法での復讐を遂げた。2003年の序盤にクレメンスは、シーズン後の引退を発表。同年6月13日のヤンキースタジアムでの、セントルイスカージナルス戦で、通算300勝と4000奪三振を、エドガーレンテゲアから奪い、 この二つの記録を同一試合で達成した唯一の選手となった。この300勝は4度目のチャレンジで達成したものであり、そのうちの2回ではヤンキースの中継ぎが打ち込まれてしまい勝ち星が消えてしまっていた。300勝を挙げたのは史上21人目であり、4000奪三振はノーラン・ライアン、スティーブ・カールトンに次ぐ史上3人目であった。 クレメンスの2003年シーズン終盤は幾度となく引退に関連付けたイベントが開催され、ホームアウェイ問わず盛大な歓声で迎えられていた。特に長年ホームとしていたフェンウェイパークでの最終登板ではなかなか歓声が鳴りやむことはなかった。また、レギュラーシーズン最終戦ではヤンキースの代理監督としても采配を振ったフロリダ・マーリンズと対戦した。 ワールドシリーズでは一度先発登板し、降板時は1から3で負けていた。降板する際には、マーリンズ側もベンチから全員フィールド上に出て、スタンディングオベーションでクレメンスを見送っていた。アストロズ在籍時のクレメンス・クレメンスは結局、引退を撤回し、故郷テキサスのヒューストン・アストロズと1年契約を2004年1月12日に結んだ。これは、 地元の家族とそばにいるためと、同じくヤンキースから移籍したアンディ・ペティットと、もう一度野球をやりたかったからと本人は言っている。同年5月5日には4137個目の三振を奪い、カールトンを抜き去り歴代最多達三振で、ライアンに次ぐ2位につく。この年18勝4敗をマークし、通算成績も328勝164敗に伸ばした。また、 歴代最多、最年長、最多球団でのサイヤング賞受賞を達成した。両リーグでサイヤング賞を受賞したのは、ゲイロード・ペリー、ペドロ・マルティネス、ジョンソンに並ぶ歴代4人目である。家族との時間を望んで、居住地のアストロズと契約した経緯があり、契約内容には、登板しない、ホームゲーム時には、チームに帯同しなくてよい。登板しない遠征には同行しなくてよい。 息子の少年野球を見に行って、観客席から審判にクレームをつけて、審判から退場を宣告されたこともあった。オフに、再び引退をほのめかすが、またもや撤回。アストロズの1350万ドルのオファーに対し、クレメンス側はに200万ドルを要求。2005年1月21日に、両者は1800万22ドルの契約に合意。 年俸調停を避けることに成功した。この契約により、ペドロ・マルティネスの1750万ドルを上回る1年ごとの契約金額でメジャー史上最高額の投手になった。2005年は13勝8敗だったが、彼の挙げた防御率1.87はこの年のメジャー全体で一番低く、また彼の現役生活でも一番低く。 そしてナリーグ投手が挙げたものとしては、ライバルと言われている、名投手、クレッグ・マダックスが1995年に挙げて、以来のものであった。にもかかわらず、13勝止まりだったのは、打線の援護がなかったからだと言われている。アストロズ打線は、クレメンス登板試合で、平均3.5点しか打てず、その上32回の先発登板中9回も、相手投手に完封されていた。 アストロズはこのシーズン5試合ものクレメンス、登板試合を0から1で落としており、4月には3、連続も喫している。4月8日には、シンシナティレッツに勝ったことにより、近代野球の勝ち星数で、スティーブ・カールトンに並び、また、第二次世界大戦以降に、キャリアが始まった投手としては、最多となった。しかし、そこからカールトンを抜くには、 アストローズのひどい得点力に悩まされ1ヶ月かかった。5月9日にやっとマーリンズに勝ったことにより通算330勝目をマーク。2005年の最終先発登板ではクレメンスは通算4500奪三振を記録。同年10月9日には1984年以来となるリリーフ登板を果たす。その試合の15回に代打として登場し、 その後3イニングを投げアトランタブレーブス戦の勝利に貢献した。これはメジャー史上最長のポストシーズンゲームとなり18回まで続いた。勝ち星はクレメンスについた。ナリーグ優勝決定シリーズで勝った後、アストロズはワールドシリーズに進出した。しかし第一戦でクレメンスは2回しか持たず降板。初のワールドシリーズ進出となったアストロズだったが4連敗で、 あっさり敗退。筋を痛めたことによりクレメンスの調子は決して良くなかった。このシーズンはサイヤング賞の投票ではクリスカー・ペンター、ドントレル・ウィリスに次ぐ3位だった。同年オフ、球団は高年報高年齢を理由に年俸調停を申請せず、クレメンスはフリーエージェントとなった。調停を申請しなかったアストロズはルール上2006年5月1日まで、 再契約ができなくなった。この時他にも、テキサスレンジャーズ、レッドソックス、ヤンキースらが契約に興味を示したものの、本人は2006ワールドベースボールクラシックで引退することを示唆。同大会に集中するためとして、しばらく身体の公表を控えていたが、WBC2 次ラウンドメキシコ戦敗退後には、個人的には、現段階で、さようならだとの発言をしていたため、 引退が噂された。しかし、正式な引退発表は出されないままであった。結局、2006年5月31日にアストロズで現役を続行することが決まり、1年契約で2200万22ドルもの巨額の契約を結んだ。契約額には22が2つ。記者会見の開始時刻も12時22分。さらには、メジャー復帰当番の予定日が六月十二日と、 セバン号にちなんで22づくしとなった。2005年を最後にジョン・フランコの出場がなかったため、2006年からの2年間はジェイミー・モイヤーと共に現役最年長投手となった。2006年6月22日のツインズ戦で復帰を果たした。結局、7勝6敗の成績に終わり、前年度に続いて年俸に見合う勝ち星を挙げられなかった。しかし、 防御率は2.30という高成績で、またしても、打線の援護の無差が際立つシーズンとなった。平均投球回数は6回を少し切る程度で、8回まで投げたことはなかった。2007年、現役を続けるなら、ヒューストンか、ニューヨークと言われ、ロビンソンかのが、背番号を22から24に変えて22番を、開けていたことなどからヤンキース入団が噂されていたが、 5月6日のヤンキース対マリナーズ戦のセブンスイニングストレッチ中に自らマイクを取ってヤンキースとマイナー契約をしたことを電撃的に表明。ヤンキースタジアムのファンは大歓声でこれを迎えた。6月9日のパイレーツ戦にて復帰登板し、6回を7奪三振3失点で勝利。7月2日のミネソタツインズ戦で8回を1。 失点で抑え通算350勝を達成した。2007年12月、ミッチェルレポートの公表により、禁止薬物の使用が疑われ、以降は引退表明のないまま所属球団のない状態となっていた。2008年2月には、会員政府改革委員会の公聴会で、禁止薬物の使用を全面否定する証言をしたが、2011年8月に、 連邦大陪審によって偽証罪で起訴された。2011年11月には、息子のコービーが参加していた、プエルトリコのウィンターリーグリーガでベースボール、プロフェッショナルでプエルトリコのマヤゲスインディオスとの契約が噂されたが、契約せず。2012年6月、連邦地裁により前日の偽証の疑いについて、無罪の評決が下される。八月二十日に、北米独立リーグである。 アトランティックリーグのシュガーランドスキーターズと契約、同月25日のブリッジポートブルーフィッシュ戦で5年ぶりの実戦登板を果たした。2度目の登板となった9月8日に、息子コービーと親子バッテリーを組み、4.2回を無失点に抑える、好投を見せた。1986年のアリーグ優勝決定シリーズでは第1戦に打ち込まれ、第4戦では、 自身が守り抜いた3から0のリードを9エンジンが打ち込まれ、そして第7戦では高騰して、レッドソックスをワールドシリーズに導いた。この第7戦での勝利はクレメンスにとって人生初のポーストシーズン勝利であり、2個目を挙げたのはその13年後であった。1986年ワールドシリーズ第2戦では打ち込まれたものの、第6戦では再びマウンドに上り、 その試合で本来ならば、レッドソックスが勝つはずであった。7回を投げ3から2で勝っているところで降板した。ものの、延長10回で結局負けてしまい、ワールドシリーズ自体も敗退。この際のクレメンス降板が、結果的に後続が打たれたことから批判を浴びる、対象となった。当時のレッドソックス監督ジョン・マクナマラは、クレメンスの豆が潰れたため降板させたと述べているが、 後年本人はそれを否定している。クレメンスのポストシーズンにおける最も大きな敗北は1990年、アリーグ優勝決定シリーズ第4戦隊、オークランドアスレチックスであり、その試合でクレメンスは審判と抗議した末、退場処分を喰らい、レッドソックスもその試合に負け4連敗で、敗退してしまった。1991年シーズンの最初の5試合に、出場停止処分を受け、 また、罰金1万ドルも課せられた。この他にも勝敗がつかない先発登板を1988年と1995年に経験しており、両方のシリーズでレッドソックスは4連敗を期している。しかし、これらの成績を差し引いてもレッドソックスのエースはクレメンスだという事実は揺れ動かなかった。レッドソックスでのポストシーズンの通算成績は1勝2敗。 防御率3.88に45奪三振である。1999年のポストシーズンでヤンキースが唯一負けた試合はクレメンスが先発登板していたボストンとの試合であったが、その後クレメンスはポストシーズンでの成績も上昇していく。ヤンキースでのワールドシリーズでは通算3勝0敗であり、その中には2000年メッツとのワールドシリーズで0勝2敗で、 勝たなくてはいけない当番で勝った試合も含まれている。クレメンスのヤンキースでの通算成績は7勝4敗、防御率3.17に98奪三振である。アストロズでは2004年ナリーグ優勝決定シリーズ第7戦タイカージナルスでの敗戦投手であった。2005年のポーストシーズンでの活躍は明暗がくっきり分かれてしまった。リリーフ当番して、 アストロズでのポストシーズンの通算成績は4勝2敗、防御率4.60で29奪三振である。クレメンスのポストシーズンでの通算成績は34試合に、先発し12勝8敗であり、防御率はシーズンの通算成績より0.6以上も悪い。2003年、通算300勝を達成したクレメンスは、現役引退を表明する。ところが、シーズンオフに、 99%と語っていた引退を撤回。故郷テキサスのヒューストン・アストロズと契約を結んだ。2004年は一度引退を表明した選手とは思えない素晴らしい成績を残す。そしてオフ、クレメンスは再び99.9%引退すると宣言する。しかし、その後 FA を宣言したり、年俸調停で球団側に2200万ドルを提示するなど、 現役続行への動きを見せ、2005年1月22日に、当主としては、史上最高額となる1800万ドルの1年契約を結んだ。これはヤシを含めても史上4位体の高額契約だった。彼がたびたび引退をほのめかすのには、理由がある。最愛の母、ベスが、病気がちな上、かなりの高齢であるため、生きているうちに、 殿堂入りをする自分の姿を母に見せてあげたいと思っていたからであった。そのため、オフのたびに現役続行か引退かで心が揺れ動いていた。そして、2005年9月14日午前4時30分ごろ、息子の殿堂入りを見届けることなくクレメンスの母は75歳で、この世を去った。当日先発予定だったクレメンスは、前の晩、母に、 仕事に行きなさいと言われたと母の死を見届けた後、予定通りに先発登板。ワイルドカードを争うマーリンズを7回途中、1失点に抑え12勝目、通算340勝目を天国の母へ捧げた。その後も2005年のシーズンオフにアストロズを自由契約となった後、WBC2 次リーグ敗退の際、現時点では、さよならだという引退表明とも取れるコメントを、 残したが2006年5月31日に2200万22ドルでアストロズと1年契約ながら再契約を結んだ強いプロ意識と厳しい鍛錬に裏打ちされたパワーと技術は高い評価を得ている多くの投手がクレメンスに憧れ手本としている同時に短期と荒い気象でも知られビーンボールを投げることで有名であるクレメンスには人間として より投手としての本能が勝っていることを示すエピソードがある。妻と遊びの野球ゲームをしていた時、クレメンスの投げた山なりボールを妻がジャストミートし、ボールは遥か遠くへ飛んでいった。そして、クレメンスが次に放ったボールは全力合速球のビーインボールであった。同様に2006年の春季キャンプ、ワールドベースボールクラシックのための調整でマイナーリーグに登板した際に、 長男のコービー・クレメンスで指名され入団した。2、本塁打をされると、やはり次の打席での彼に対する初球は、ビーンボールであった。バッターが誰であろうと、打たれるのを絶対に許さないというクレメンスの闘争本能を示すエピソードである。三振には特に強いこだわりがあり、四人の子供の名前の頭文字はいずれもスコアブックで三振を意味する、K となっている。また、 ミドルネームはいずれも A から始まっており、これはエースを意味している。長男、コービー、次男コリー、三男、ケイシー、四男コディ。長男のコービーは2005年の MLB ドラフト8巡目で、アストロズに、三男のケイシーは2017年の MLB ドラフト8巡目で、ブルージェイズに、それぞれ指名された。クレメンスは長年にわたり歯に衣を着せぬ発言でも、 注目を集めている。自分で自分の荷物を空港で持たなければいけないことに文句を言ったり、本拠地であったフェンウェイパークを設備の老朽化から平均以下の球場と現実している。2006年4月4日に熱狂的だった WBC での日本と韓国の応援についてのコメントを求められるとみんな日韓戦を見に行ったんだろうね。ドライクリーニング屋がどこも閉まっていたと。 人種差別的発言ともとらわれかねない配慮に欠ける発言を行っている。また、彼の引退宣言はもはやオフシーズンの風物詩ともなっている。最速100マイルパーアワーの速球トラクサの大きいスプリッターを最大の武器にしていた。その他、カーブやカッター気味のスライダーなども交えていた。日頃からの節制、鍛錬の結果、39歳を超えても100。 マイルパーアーの速球や93、マイルパーアースプリッターを掲示するなど十分な球位を保った。スプリッターの急速の調整は腕の振りの緩急ではなく親指の位置を変えることによって言っていたというメジャーの全打者、全球審の傾向を綿密にノートに記載し続けており加えて優れた制球力を持つためストライクゾーンの左右工程を 最大限に利用した組み立てを実践した。特に内角にボールを投げるのを恐れず、最多支球を記録したのは1995年の1回だけだが、その他にも幾年にわたり上位にランクインしている。2000年のアリーグ優勝決定シリーズ対マリナーズ戦で、ルーピネラ監督はクレメンスのことを頭狩りと呼んでいる。 その年に発生したピアッツァとの支給をめぐる騒動は様々な人の中に決して謝らない、ふてぶてしい等の印象を植え付けてしまった。アストロズと契約する前はずっと投手が打席に立たないアリーグでプレーしていたため支給を与えることに対して何の感情も持っていないと言われたこともある。クレメンス自身は2005年にキップウェルズ2006年に 不安マテオから指揮を受けている。打撃も得意で大きい体を揺さぶりながら走る。オフのトレーニングがハードであることも知られている。引退宣言を撤回し、現役を続行するとの知らせを聞いた松井秀樹は、アメリカンフットボールに使われるボールを用いたクロストレーニングも行うことも知られており、彼の独特の軌道のストレートに何らかの形で寄与していると思われる。 2007年12月13日付で公表された前上院議員のジョージ・ジェイ・ミッチェルによる報告書に複数のアナボリックステロイド及び人成長ホルモンなどの投与を受けていたとしてトレーナーのブライアン・マクナミーの証言をもとに実名で国名にその使用経緯が記載されているこの報告書によるとクレメンスは1997年のトロントブルージェイズ時代にトレーナーのマクナミーと出会い マーリンズ船を含む、遠征の後半か遠征から戻った直後に、最初のステロイドホルモン剤、ウィンストロールを自身から用意して、マクナミーに電部に注射するように依頼した。マクナミーは、その後、数週間の期間に、大体4度、クレメンスのアパートのある、スカイドームにて、クレメンスの用意した針を使って投与した。1998年のシーズン中にはクレメンスは、 ステロイドの中でも最も強力な効果が得られると考えられているアナドロール50という薬について使用はしていないもののその情報をマクナミーに尋ねている。マクナミーは1998年にウィンストロールを投与して以来クレメンスは劇的に身体能力が向上したとクレメンス自身の言葉を交えて証言している。1999年に クレメンスがヤンキースへ移籍した際、マクナミはブルージェイズとの契約期間中であったが、クレメンスの強い要望から2000年にはヤンキースへ移籍している。クレメンスは個人的にマクナミをトレーナーとして雇い、オフシーズンの数週間、春季キャンプの1.2週間、シーズン中何度かにわたって、個人的にトレーニングを受けている。2000年には、 デビット・セギーから紹介されたカーク・ラドムスキーを通じて、マクナミーが入手したテストステロンかデカ・デュラボリンをシーズン後半に4から6回にわたって投与を受けている。同期間中にはさらに、マクナミーによる利害の説明の後、HGH の投与を4から6回にわたって受けている。多分、HGH についてはクレメンスから言い出したことだったとマクナミーは証言している。 この後2001年の8月までは薬物についての会話はマクナミーとの間ではなかったものの2001年の8月には再び同じテストステロンを4から5回にわたってクレメンス自身のアパートで投与を受けているマクナミーの知る限りこの時は HGH の使用はなかったマクナミーは2001年をもってヤンキースを離れその後は再びクレメンスがマクナミーに 薬物の投与を依頼することはなかったとしている。2006年12月のニュース記事では、マクナミーが、クレメンスやアンディ・ペティットにステロイドを提供したことは、ないと述べたと伝えられていたが、否定したのは、自分の名誉を守るためだったと説明した。ラドムスキーもセギーを通して2000年から2004年に、かけて、マクナミーに、ステロイドと HGH を提供したと証言した。 ホセカンセコワデカ・テュラー・ボリンやウィンストロールの利点についてクレメンスと数多くの会話を交わしたことを報告書作成の調査員に語っている。クレメンスはマクナミーに対して薬物使用をやめた理由は全く述べておらず、マクナミーも2001年から後はクレメンスが薬物を使用したかどうかは感知していないと述べている。このマクナミーの告発について情報を提供するために、 ミッチェルが面会を要求したが、クレメンスはこの要求を拒否した。クレメンスは潔白を証明したいと自ら会員校長会の開催を要求した。2008年2月13日に開催された校長会で、クレメンスは注射されたのはビタミン剤であり、ステロイドや HGH は一度も使用していないと完全否定したが、マクナミは投与したことを明言し、 両者の証言が対立したままで終わった。なお、マクナミーが、ミッチェル報告書作成時に他に注射したと証言した、ペティットとチャックのブロックは共に、会員の調査に対して、薬物使用を告白し、証言が真実であることを認めている。ペティットは、クレメンス本人から、HGH を使用していると明かされたことも話した。2010年8月19日に偽証に問われて起訴された。 しかし、偽証を立証できる、決定的な証拠がなかったために2012年6月18日に、偽証罪や虚偽の陳述及び、校長会の妨害等、6つの罪状すべてで無罪となった。当主として、歴代有数の実績を持ちながら、アメリカ野球伝道からは表彰されていない。得票率では2013年の37.6%から、徐々に上がり、 現在60%程度となっているが、バリー・ボンズとは、毎年例外なく2%以内の差で推移している。2008年4月28日に、ニューヨークデイリーニューズ紙は、カントリーミュージック歌手のミンディ・マクレディが15歳だった、時期からクレメンスと長期的な不倫関係にあった疑惑を報道した。クレメンスが、レッドソックスに所属し、すでに結婚し2時の父親であった28歳の時に、 カラオケバーでマクレディと知り合い、不倫関係が始まったと伝えた。これに対し、クレメンスの弁護士は、クレメンスはマクレディと不適切な関係を持ったことはないと、きっぱり否定しており、彼は彼女を家族ぐるみの友人と考えている。彼と彼女に性的な関係は一度もないと語り、両者は長い付き合いだが性的な関係は持っていないとした。また、クレメンス夫人も、 マクレディのことを知っており、クレメンスとマクレディが飛行機で旅行していたことも知っていると明かした。マクレディは取材に対し泣き崩れながら長い付き合いであることを認めた。マンハッタンのバーテンダーやプロゴルファーの元妻らとの複数の女性関係があったこともマクレディの暴露後に次々と実名入りで報道された。2008年5月5日に 私は家族とファンに対して申し訳なく思っている。誰にでも間違いはある。正しくないことをしてしまったと個人広報を通じて声明を発表したが薬物疑惑については否定した。2008年11月17日にマクレディはより詳細に話した。二人の関係は10年以上続き、マクレディと結婚するためにクレメンスが妻と別れることを拒否して関係が終わった。 彼女はクレメンスと会ったのは15歳の時ではなく16歳の時であったと訂正した。ありがとうございます。